いきなりすみません、山口さんが風邪をひいて今寝込んでます。急遽事務所に行けと。大変です。その代わり太郎ちゃんは置いてっていいってことで、自転車一人で乗れるってこんなに言えない。あそうです、うん、ちょっと山口先生が体調崩されたということで、明日の名古屋の予選の審査員をね、審査員をね山口先生がすることになっていましたが、欠席ということで。そうなんですね、ちょうど大変申し訳ございません。ホテルも全部キャンセルで、はい、あもう前日なんで丸々 100%、うん、はい、そうですね、ちょっとねお体に気をつけてくださいね。7時半ぐらいから、はい、あ7時くらいかな、もう俺寝るわって、お風呂も入らずに寝て、はいはい、それはコロナではないんですね。じゃ本当に違うみたいで、違うですね、はい、で何日か前にやった時は一応コロナは陰性だったんで、はい、今回も多分だ、横浜に泊まっ、はい、あの関東大会の時にちょうど、はい、あのいわゆる支援のあれで使った時、はい、PCR 検査した時点で、はい、1週間前まではコロナじゃなかったんで、はい、あ多分ね、あの結婚式に出席された日が雨だったじゃないですか。土砂降りだったんで、それにもうずっとつながってて、うん、仕事がこう立て込んでて、はい、関東大会、はい、年末の番組の収録、はい、結婚式、はい、でもうドドドドって来てたんで、ちょっとね限界になってましたかね、体力がね。もう老体に鞭打ってやってたんで、はい、そうですね、はい、ということで今日は、てるみさんが、急遽司会をやってくださいますか。お相手をしろって言われたんではい、ではお願いいたしますね。お願いします、はい、ということでまず、実際にあった怖い話の1月号が発売されまして、取りに行かなきゃいけないんですね、私も。あ、これですね、はい、で、はい、こちらの方またあの、山口敏太郎の日本怪奇行が載っております。はい、はい、あとですね、こちらの怪談王からはですね、渋谷康幸さんの怖い話が載っております。はい、はい、皆さんどうぞお買い求めくださいね。なんとこの日本怪奇行にまた私の顔が漫画化されてまして、これ、ね、本当にねそっくりでびっくりしちゃうんですよ。え、見ていいですか？20年前の私。20年前の私そうですね、今の私というにはちょっとおこがましいので、20年前ぐらいがまさにこんな感じですかね。で最近山口先生にあの前髪パッツンで眉毛がね太い太いって言われていましたけど、先取りして前髪パッツンの絵になってますからね、はい、ということでね、この内容はちょっと内容は秘密にしときましょうかね。そうですね、うん、はい、ということでちょっとお便り会いきますよ。はい、その前にですね、はい、これからのイベントのお知らせをしますが、はい、はい、12月の17、18で近光さんのヒーリングイベントの千葉の鑑定会ということで、ヒーリングのイベントがあるんですが、こちらがですね18時に終了した後、レムチカタロット占いというちょっと新しいイベントをしますのでちょっとこちらがですね、はい、なんと怪談王の関東予選で1位になったレムリアマナさんと近光さんのコラボで、こちらはですね、あの岡山の方とかでね何回かされてたらしいんですけれども、レムリアさんが12分間タロット占いをして、残り3分間で近光さんがなんか新たなカードを引いてアドバイスをするというふうになっているそうです。でこちらが、15分間1万円、まあ高いと思うか安いと思うかはあなた次第ということでですね、こちらの方が、12月17日の、18時以降ということで、はい、あのもしあのこちらの方に行きたい方がいらっしゃいましたら、はい、トータスの方にお申し込みをしていただければと思います。はい、15分間1万円でレムリアマナと近光さんの2人によるタロット占いです。はい、あとですね、年が明けまして1月の14日と15日はアーリンさんが千葉に来ていただきまして、アーリンさんの鑑定会を行います。
ちょっとこちらの方詳細はもうちょっとお待ちくださいね。とりあえず日程だけ開けておいてくださいね。そうですね。アーリネアが、はい、太郎が1歳になってからの記念写真を撮っても、はい、この前結局、ね、はい、バタバタして撮ってなくて、はい、アーリンさんにもらった、はい、太郎のちゃんちゃんこの写真しか見せてなかったんで、はい、歩き回る太郎をちょっと見せたいんで、はい、じゃあその日日程私も開けときます。あ、お願いします。はい、ということでですね、アーリンさんのね、心霊教室第6回に参加した人は龍神様が降りてくれたか直接見てもらった方がいいかもしれません。この間ね、龍神様がついたっていうお便りをお読みしたんですけれども、ちょっとこれすごいですね。あとはですね、龍神将兵を個別でやることも可能ということで、で、将兵は1回10分から12分ほどで、一枠でご家族など複数人で来ていただいても大丈夫ということですので、龍神様が大好きな方はぜひいらっしゃってくださいね。はい、うちのおばが、まあ、個人的にちょっとアーリンさんに、はい、個別相談、まあ私を通してやってもらってて、はい、でこの前福岡で初めてアーリンさんにお会いしたんですけど、はい、めっちゃ感動してて、はい、でアーリンさんはうちのおばを見て、はい、私と7つ違いなんで、はい、今57なんで、はい、だいたいアーリンさんと同級生ぐらいだと思うんですけど、はい、金髪でもう本当、はい、私すっごいデブなんですけど、はい、おばはガリガリで、はい、金髪のおばちゃんで、はい、でなんかあ、どうもテルミナーなんてかって言ってなんだこのおばちゃんすごい、私と同じくらいの年で金髪っていうのも結構すごいなと思いますよ、うん、なかなか、うんうん、そうだから、まあね、はい、実は職質を受けた、ただ自転車乗ってた職質ですねなんか、はい、そう、今もうすぐなくなる桜ドロップって桜ドロップでなくなっちゃったんですよ ね、 なんか、はい、なんか子会社っていうか、 なんか2つに分かれたんですよ、はい、よく分かんない、はい、なんかなくなる方、後からできた方がなんかなくなるらしくって、はい、その中かな、なんかまあお菓子のカンカンにタバコ入れて、はい、自転車こいでたら、はい、お前さんがおいでって言われて、はい、で違うお薬が入ってると思われて、あもうそれ聞いて、はい、我が家みんな大爆笑で、もう見るからにやりそうな外見だったんですね。ひどいと思うね、こんななんか清少なんか真面目なのに、うん、どこがとか。そうですよ、テレビさん髪の毛真っ黒ですもんね。もう真面目の、本当に真面目の。染めたことはないんですか。いや昔染めてたんですよ。それで、うん、昔私、はい、パーマもかけたりとかすっごいあれだったんですけど、はい、抗がん剤で全部一回抜けて、はい、それで今、はい、本当は切ったらすっごいテンパに、はい、今までパーマかけたら1週間で取れるぐらいのストレートが、はい、やっぱ坊主になるったら、はい、テンパになるっていうじゃないですか。いや、そうなんですか。そうなんですよ、知らなかったですよ。はい、一回髪の毛こう剃っちゃったらテンパの人がなんか剃るとストレートになる、うん、はい、そういうことだったんですね。なるんですよ。で私も本当にクルンクルンになって喜んでたんですけど、やっぱり髪の毛が伸びることによってテンパが取れたんで、はい、今度デジタルパーマというおしゃれなパーマをかけようかな。そうですね、なんかいろいろと楽しみましょう。そうですね、ね、あの時坊主になった時は本当に落ち武者になっていくんですよ、髪の毛が、はい、でもう回で抗がん剤で ね、 なんかもう苦しいこと、時を、ね、乗り越えてこの髪の毛を手に入れて、ね、またパーマで痛みつける、うん、痛みつけるというね楽しいですよね、髪型変えたりね、髪の色変えたりもいろいろね。そうですね、はい、でも結局プリンになるのが嫌になって、ああ、いや、いや、それで結局、うん、はい、もう染めるのやめたらなんか白髪も増えてきて、うん、なんかメッシュみたいになってきてって感じで、うん、はい、プリン、なんか意味わかんない方のために説明すると染めたら、そうそう、黄色く染めて、ね、なんか黒い髪の毛が生えてくると、こう生えてくるってから、ちょうどこの部分だけプリンみたいな。そうですよねなんです、はい、だから染めるとそれがあって、ね、この部分だけ染めましょうとかあるじゃないですか、はい、ありますあります、はい、あれがめんどくさくなってやめたんですよ。なるほどね、はい、ということでですねではちょっとお便りの方を紹介しますね。はい、はい、こちらね、アーリンさんに前世と守護霊を見ていただいた感想ということで来ていますね、はいはい、山口敏太郎先生、てるみ様、太郎ちゃん、アイムさん、リエさん、キャスパー沢口さん、他タートルカンパニーの皆様、こんにちは、ココペリと申します。 ありがとうございます。みんなのお名前をね、書いていただきましてね、
配信中にアイムさんの読み間違いに突っ込んだり、アイムさんに突っ込まれたりのやり取りはなくてはならないアトラスラジオになりましたね。そうですね、読み間違いなんて本当はねあっちゃいけないんですよね、取り直さずとか、うん、普通はちゃんとするが、ね、でもそれをやるのがアトラス、うん、はい、アトラスラジオ。そうちょっとね下調べする時間なかったりとかして、ね、今日みたいにいきなり30分前に電話かかってきて、うん、いきなり2本取るから用意してとか、はい、じゃあ、うん、今からキャリーで行きますとか、そんななんか、はい、そうなんですよ、ドタバタ切羽詰まった感じの ねその緊張感も味わっていただきましょう皆さんと言いながら、ちょっと緊張感のないグダグダな放送を寝る前に聞いていただければと、はい、何か投稿ネタがないかなと考えた末に、夏頃にアーリンさんに某電話占いのサイトを通して前世と守護霊の鑑定をしていただきましたので、鑑定の結果をお送りします。アーリンさんとは初めての会話でしたが、インスタグラムや LINE などで個人的にお話しさせていただいていたので、不思議と緊張せずにお話しすることができました。まず、守護霊に関しては複数いらっしゃるようです。そしてコンタクトしていただいたら、指導霊の私の母方の祖母が元気よく先に出てきたそうです。守護霊は明治時代の高級店の花魁だそうです。儚さが人気だったらしいです。なので指導霊の祖母の方が目立ったようです。自己肯定感が低いところや、いかなるしんどい状況も妥協点を探して解決するなど、今の私に似ており納得しました。そうそう、なんかこの間山口先生とお話ししてて、俺の前世が花魁だったら面白いなみたいな笑っちゃいますね。ただね、オイランというのはなんかその中でもこう高級な方で ね、オイラン道中とか、そうそうそう、上の方にあって、上の方の方なんでね、そういう話もしてましたね。はい、指導霊の祖母は明治大正の頃の裕福な家庭で、その時代では高級な黒い襟の赤い花柄の斑点を着ていたとのこと。確かに母方の祖母は、旧姓が松平といい、松平家の血筋なんだよと聞かされておりました。おお、松平。そして過去姓は古い方は、中国の唐時代の お金持ちの第二夫人以下で、商人の娘でここに嫁いだそうです。二個も引いて主人を癒している。二個ってわかりますかね、楽器ですね。ああ、確かに一歩二歩下がるの、はい、あの本当になんかこう、はい、なんだろう、うん、ご主人っていうか、はい、旦那さんをあれして、はい、こうやって二個下がって、こうやってなんかつつましく、はい、私みたいに五歩ぐらい先に歩くタイプじゃない、はい、そっちの二個かと思って楽器ですね。二個というね、楽器ですね、はい、ますます強くなったと言われている、はい、違います。はい、ご飯も食べられるし、不自由ないからこのままお付きの女の子と二人で暮らすのもいいかなと思っていたとのこと。中間は鎌倉時代の巫女さん、母方の血筋の先祖だそうです。最近の方だと武将でひげを生やして兜には月の前立てがあるそうです。兜の前立てについてはあまり詳しくないのですが、月の前立てというと伊達政宗、ま、ここで噛むかっていう伊達政宗公しか思い浮かばないのですが、他にも月の前立てを兜につけている武将はいたのでしょうか、というような鑑定でした。今の私の性格に影響していると思い当たることがたくさんあり驚きました。また機会があったら複数いるという守護霊さんを詳しく見てもらいたいなと思っております。コロナの第8波、北のミサイルやウクライナ情勢など、何やら怪しげな世の中に、さらにインフルエンザの季節にもなりましたので、風邪などひかれませんようにご自愛くださいませ、というわけでね、はい、はい、前世ですね。ちょっとこの間ね、近光さんとお話ししたらですね、なんか喉元にバスケットチームのように 5,6 人のなんか守護霊さんがいらっしゃるというようなお話をされてて、それも面白いですねというところでお話終わっちゃったんですけど、ね、守護霊さんに、私もどんな守護霊さんがねいるかなというのね、意外とご主人が心配してついてくれたりして、はい、そういうお話もねありますね。そう、なんかね、うちの主人はなんか疲れてないかって言ってるらしい。じゃあ仕事手伝えとか。そうなんですよ。っていう感じですね。
はい、でもいいじゃないですか、ちゃんと亡くなっても奥さんのことをちゃんと、はい、見てくれてるのかな。で、他の時はなんかいろんなところをなんか出歩いてるみたいですけどね。で、意外となんかね、もう新しく、ね、結婚、あの世で結婚しちゃってたりするかなっていう話もね、あったりして ね、 ね、あの世のことはね、興味深いですよね。でも話しちゃいけないらしいんで。はい、あ、そうなんですか。あの、うん、中谷真一さんっていう先生がいらっしゃって、はい、まあ、心霊研究家されてて、はい、で、山口が、はい、あの死んだら教えてくださいよって、まあ、生前みたいな話をしてて、はい、またこの話また適当に言ったので、はい、まあ、ある人の夢だったって、うん、山口に伝えてくれと、はい、あの世の話はしちゃいけないらしい、しちゃいけない、あー残念ですね、っていう話を全然関係のない人に何か言って、うん、はい、なんかこの前その話をしてたら、はい、はなんか勘違いしてるか下手に喋るなって怒られてるんで、はい、またそれは山口に聞いてください。はい、わかりました。はい、ということでですね、ココペレさんどうもありがとうございました。はい、次のお便りがですね、はい、隣国の打ち上げ花火の意味というタイトルで、はい、山口敏太郎先生、アイム様、タートルカンパニーの皆様、寒くなってまいりました、どうかお体ご自愛くださいませ。コバシンです。コバシンさんですね。12月10日には5回目を打ちに行く予定ですか。ほう、5回目ですか。ほうと。周りの若者たちも今回の流行り病対応のものは副作用が顕著だと騒いでいます。5回打つと半分死ぬとの都市伝説もありますので、我が身で体験してみたいと思っております。あら、ちょっと怖いですね。いや、でも本当になんか、うん、この前も40代の女性が、はい、あれ、あら、なんだっけ、なんか、あ、アナフィラキシーショックで亡くなりました ね、 ね、うん、あれもなんか放置っていうか、あれもなんか、はい、かわいそうですよね。かわいそうですね。もう本当に残された方にすごい同情しちゃうんです、私。そうなんですよね。残された旦那様ね。だって普通に行ってきますって言って、うん、はい、冷たくなって帰ってくるって、もうすごい、もう耐えられませんね。ね、はい、ということでね、ちょっと小橋さんもね、我が身で体験とか言ってね、無事に戻ってきてくださいよ、ね、無事に戻ってきて元気なままアトラスラジオに投稿してくださいと。はい、さて今回はある有名人の不思議な投稿から感じたことをお知らせし、ぜひアベンジャーズに調べていただきたいと思い書きました。なんかちょっと違ってましたね。ちょっと突っ込みますかね。あれと、ちょっとそこスルーしてください。じゃあスルーで。さすが夫婦ですね。はい、じゃあちょっとね、はい、その有名人は日本一の納税額を誇る実業家であり、本の著作家でもある IS さんのことです。ちょっとね、私 IS さんと聞いたんですけれども、ちょっとイニシャル違うかなと、私が思い描いてた人と違うかなと思います。いつも集会などでのライブ録音で心の持ちようだの元気の出る言葉などを語り、自身の仕事の成功も語り、皆を先導してくれており、毎回の YouTube を100回聞くようにと促したりしています。私やっぱりこの人のですね、HS さんじゃないかなと思うんですね。ですよね。イニシャルね。はい、そんな陰謀論や都市伝説に無関係な彼が突然警告を発したのです。それは隣国の打ち上げ花火のことでした。内容は不思議と日本国民全体が平和ボケしてしまい、アメリカへの挑発だとか脅しとしか捉えていないが、隣国がキノコ雲を落とすなら間違いなく日本であると語ります。万が一そうなってもアメリカが守ってくれるというかもしれないが、守るのは落ちた後からで、それまでは手を出さないはずだと彼は語るのです。彼はその兆候が現れたらいち早くリスナーには知らせるから、逃げる場所など聞いたらすぐに行動をとってくれと具体的に語ります。この彼には不似合いな放送を聞き、確かに日本人の平和ボケや他力本願は究極まで来ているなとも感じ、これを回避するか、策を考える必要があると思いましたが、私が頼れるのは山口敏太郎先生だけです。大きく出ましたね。その頼りな敏太郎先生、風邪ひいちゃってますからね。
どうしましょうね。この危機性意味をどうか調べていただき、日本の4度目の悲劇をかわすための方策をどうかお願いしたいと思います。今や元首相が殺されても責任を他に押し付けてそらすだけしかできない日本の指揮者には何も期待が持てません。どうか力をお貸しいただきたく存じます。長文だ分失礼しました、ということですね。11月3日の日のアラ、アラートってすっごい怖かったですよね、はい、いきなりなんか全然何にも知らないそうなんですか、はい、あの日はちょうど山口がなんか、はい、あのまあ、火の鳥を見に行くって、はい、本当は3、はい、4で行くって言ってたのが、うん、実は兄さんだったって、はい、急遽、本当なんか荷物持って飛んでって、はい、私は私で、はい、ちょうど太郎がよちよち歩き始まったんで、はい、実家に連れて帰ってて、はい、でうちにいたらまた両親がうるさいんで、はい、ホテルに逃げてたんですよ、はい、で朝起きたらなんかアラームが鳴って、はい、あ、そうでした。で、何と思ってテレビつけたらいきなりなんか J アラートなんとらかんとってずっとテレビでやってて、はい、そんな時うちの太郎はなんか、はい、あのトランクを引っ張って遊んでて、はい、でなんか、そういえば、うん、うちの山口さんどこにいるんだって、はい、新潟だったんですか。そうですね、うん、私どこにいるか全然知らなくって、はい、ただ火の鳥見に行くとしか聞いてなくて、はい、とか言って、でなんか、はい、街中になんかすっごいサイレンが鳴って、うんうん、知らなかった。私は何なんでしょうね多分ね熟睡してたんじゃないですか ね、 さあね、うん、ちょうど朝の7時過ぎぐらいだったか な、はい、なんか7時か8時ぐらいで、はい、そろそろおばの家に、はい、あの行こうかなと思って、はい、なんかやってた時間だったんで、はい、あ、そうですか。本当に知らぬが仏でしたね。私本当だから彼らは2時か3時ぐらいまで起きてて、うんうん、それで帰ってきて、はい、ギリギリまで寝て、はい、それでチェックアウトして、はい、東京に帰るつもりだったらしくて、はい、みんなだからその J アラートの、 あの街中の警報で起こされたらしくって、はいはい、あ、そうだったんですか。いや、何事もなくて本当に良かったですね。あれはだから本当に、うん、怖いですね。最近なんかね、北朝鮮がミサイル打ち上げただのなんだのね、みたいな感じだから、うん、本当になんか、うん、私本当になんか何も考えてなくって、はい、息子も具合にウクライナ行ったじゃないですか、はい、でレベル4になって、はい、国が行っちゃいけないっていうのに迎え行ったじゃないですか、はい、で帰ってきたじゃないですか、はい、みんなすごい奇跡の子とか、私もなんかすっごいなんか大丈夫でしたか、うんうん、何がと思ったけど本当に知らぬが仏っていうのはね、だから本当にあの時は、ね、知ってたらなんかね、どうしてたでしょうねって。だから本当国境付近でなんかちょうどあの頃やってたぐらいだ、うん、市内とか全然なくって、はい、本当に、はい、あの、はい、向こうのコーディネーターの、まあ、彼女は結局ドイツに、はい、ご主人は、まあ、はい、国出れないんで逃げたっていうか、はい、あの移住したんですけど、はい、その彼女からいろいろ話聞いてて、はい、ベビーカーにソリがつくらしいんですよ、向こうに。ソリですか。へえ。だからそれぐらい雪が積もるから、なるほど、ね、なんか話を聞いてて、うん、へえとかそんなアホ なんか話を聞いてて、はい、ああボルシチ食べてないよとかそんなアホな感じで、はい、でいきなり育児が始まるから、はい、病院でうちの場合見てもらえたんで、はい、ギリギリまであれだったんで、はい、飛行機から乗る時からいきなり育児が始まったんで、はい、って感じだったんで、はい、本当なんか、うん、あ、ウクライナあの時行ったってすっごい最後の最後に一番いいウクライナっていうか、はい、キエフの街を見れたんだなと思って、はい、そうですね、もう本当にそのタイミングがね、何かやっぱり運命のようなものを感じますね。だからやっぱあの頃もコロナがひどかったんで、もう本当に病院と手続きのなんか市役所とかあの辺しか行ってなくって、はい、山口の時はちょっと観光とかしたんですよ、はい、だから無理言って、はい、コロナ怖いけど見せてください、はい、この一箇所だけ行きたいですとかなんかお願いすればよかったなって、はい、今から考えるとね、そういうこともありますけど ね本当でもなんか、ね、第三次世界大戦が起こるとか、うん、ノーマルってなんか、はい、でそれなんかね、意識するとなんか何でしたっけあれ、うん、名前忘れちゃった、なんかみんなが意識するとダメなんですってね。ですね、なんかそうそうそう、だからもう私みたいに脳天気に毎日、はい、それはねいいことですよ本当に。あの、うん、お母さんと一緒のなんか踊りで、はい、あのラッキー池田さんとか、はい、中西敬三さんが作詞とか作曲してる曲が実はあるっていうことを知ってつけるとか、はいはい、すごいですね。中西敬三さんが、うん、中西敬三ですよ、ウーマンのあの歌がボヨヨヨンって歌を歌ってるあボヨヨヨン大行進ってもう20年前ぐらいかかって、この前もシンデレラエクスプレスの渡辺さんが、はい、息子さんがもう大学生なんで、はい、
で、あ、タロちゃん何の歌ですか、ボヨヨヨンです、あ、ボヨヨンか、二人で、はい、あれするぐらい本当昔からある歌みたいで、皆さんぜひ検索して、はい、え、中西圭蔵がこんな歌作るのと思って、はい、なるほどね、そういうのもありますよね、こんななんか偉大な人がこんなって言ったらあれですよね、本当こんなね、こういう曲作るのみたいなありますよ、ね、でラッキー池田さんもなんかたまたま関わってた曲で、うん、はい、一個はピカプって言って、はい、僕バカな歌なんですよ、ピーカープピカピカプって楽しい曲もいいですね。だ本当にいつも時間、うん、はい、ある時間になったら、はい、太郎のすぐ近くの児童館で11時からそういうお歌の時間があって、そこでみんなでお父さん、はい、お母さんがこう集まって踊ってんですよ、はいはい、だからもう嫌っていうほど聞いてんで、もうフルでもうカラオケで歌えるぐらい歌えるあれで、だからもうそういう風にピカプとかもうみんなバカみたいにこうやって踊りましょう、はい、そうですね、なんか深刻に考えないんで、もうハイハイしながらみんなでピカピカブーを歌いましょう、はい、歌いましょうということで、はい、ということで前半は締まっていきますよ、だからもうぜひぜひ検索してくださいということで、はい、はい、ということでね、明日に続く、お願いします。